バーレストランです。ワールドバー、ライブ演奏もよくしてます。行こう。今日はランチにここヨンダーに行ってみます。これです。かわいい。撮ってる。クラシックベニー、エクスベネディクトですね。とシャクシュカーっていうやつ、なんだかよくわからないけど美味しそう。Thank you。 シャクシュカーのお味はどうですか？美味しい。美味しい？なんかちょっと辛いんだってね。うん、辛い。うん。あんま取ろうっていかなかった。でも、美味しくない？ほら、パーフェクト。美味しそうね。うん、美味しいよ。うん、全部一緒に食べたい。天気が良くなってきた。が綺麗だ。午前中は天気悪かったけど晴れてきました。中国人の観光客の団体ですね。ここがいわゆる町の中心地です。パタゴニアチョコレート、アイスクリームが有名なところです。風が強い。湖が海みたいに見えます。見えないな。ここが町の中心から一番近いところにあるスーパーマーケット、フォースクエアスーパーマーケットです。あ、ニュージーランドのビール、酒いっぱいで。このワインも安いです。23だね。23ドルぐらい、3リッターの、はい、ニュージーランドは法律で25日とイースターの日はスーパーでお酒を売れないので、こういうところに全部なんかカーテンがかかるとね、お酒買えないようになります。なので、祝日の前には大量買いっていうのが常識になってます。もしこっちの方に来たら、このセントラルオタゴのピノノワールがすごく有名なので、ぜひこの辺飲んでみてください。見つけたら美味しいらしいです。飲めないのでわからない。私の好きなお酒、サイダー。サイダーって言ったら日本だとなんか三ツ矢サイダーとかそんな感じだけど、こっちではお酒です。いろんなフルーツの炭酸のお酒、美味しいです。ビール、ワイン、サイダー以外の、スピリッツとかウイスキーとかはスーパーでは売ってないので、リカーショップに行ってください。そして隣にリカーショップがあります。まあ街中にいっぱいあるけど、リカーショップ。デリとかもあります。さあ、ニュージーランドといえばアイスクリーム、これティップトップのアイスクリーム有名です。2リッターで 5.5 種類もたくさん。
あーでもサーティワンに行きたい。シャトレーゼでもいい。ハーゲンダッツもあるんだ今。あ、本当だ、ハーゲンダッツ。最近ニュージーランドに入ってきました。ニュージーランドにクイーンズタウンに入ってきた。町から一番近いので観光できた人は大体ここに行くかな。ここおすすめするかな。歩ける距離で行けるスーパーマーケット、フォースクエアです。ここが町の大きい通りで、そこがインフォメーションセンターで、まっすぐ来るとここにフォースクエアです。他の大きいスーパーマーケットに比べたらまあ割高ですけど、近いので皆さんここでお買い物してください。隣がリカショップです。ここビレッジガーデンっていう名前だったんだ。あ、ビレッジグリーンだったんだ、知らなかった。真ん中にちょっと川が通ってて、こう芝生でのんびりできるスペースがあります。そうだね、結構ランチしてるね。そこが KFC だから。こんな感じですね、のんびりのんびり。さあ、もう来週クリスマスですが、全くクリスマス感のないクイーンズタウンです。このツリーぐらい。ということで、ちょっとのんびりした休日、街中クイーンズタウンブラブラ探索でした。またねー。